一族の祖の命を古竜の血によって救われて以来、その身に古竜の力を受け継いだ民がいた。だが世は白神の洗礼を受けた西王家が治める王国の時代、人は彼らを忌み嫌った。彼らの名は流血の一族。創世の時代、古竜アトゥルムは神々との戦いに敗れ、白神プリマテスの武器によって大地に打ちつけられた。その古竜アトゥルムの骸を5つの神々の武器により浄化して誕生したのがレムリア大陸と言われている。物語はレムリア大陸の中央に位置し、白神プリマテスを守護神とする西王家が治める中央国家メディウスを舞台に進行する。ドラゴンマークト・コー・デスは一族の復讐を果たすため立ち上がった若者たちの物語。一族の公女はその腕に竜の牙を携えた。その腕から繰り出される剣技とドラゴンブレスはどんな敵をもほふる最強の攻撃力を誇る。ドラゴンポイントを回復できるドラゴンソードを駆使しつつ、ドラゴンウィップで複雑な地形を踏破。パーティー戦においては遠距離近距離ともに隙のない DPS により安定した物理ダメージ減を引き受ける。一族の戦士はその身を鉄壁の竜鱗と化した。高い防御力を誇り、強戦士と化すことで攻防を反転、瞬発的に高ダメージを叩き出す。そしてタックルは敵をひるませ、障害物を排除することも可能。パーティー戦においては全てを弾き返すドラゴンガードとその体育で仲間を守る強靭な盾となる。一族の忍びは足に天かける竜の翼を宿した。ドラゴンダッシュにより敵を捕捉すれば全ての攻撃が必中する。壁を蹴り対空する能力は探索において右に出る者はいない。パーティー戦においては高いドラゴンポイント回復能力で仲間のポテンシャルを維持。またターゲットの注意をその身に引きつけ、敵対心の制御を行う。一族の魔女は竜の知識を得た。ドラゴンワードを紡いで繰り出される魔法は破壊と再生の奇跡を起こす。魔法は短い言葉の組み合わせでその効果、威力、活動形態を決定する。パーティー戦においては高い火力は無論、仲間の回復、敵への状態異常の付与など幅広い活躍が可能。古竜と契約した若者たちは戦った敵の魂を古竜に捧げることでレベルが上昇。レベル上昇で獲得したポイントを各能力値に割り振ることで独自の成長を遂げる。レベルに合わせた武器を装備することで強敵にも打ち勝つことができるだろう。成長した若者たちは町の酒場で受けた依頼を完遂することで名声が上がり、新たな依頼が発生する。メディウス王家への復讐を果たすため数々の依頼をこなし、国王への拝謁を賜るその時まで彼らの戦いは続く。ドラゴンマークト・コーです。2019年1月31日、呪われし流血の一族が織りなす物語の幕が開ける。
通常版5537円、9241円の限定版にはハードカバー仕様の設定資料集と2枚組のオリジナルサウンドトラックを同梱。初回生産分には初回生産封入特典として来帝の武具のダウンロードコードを封入。インティクリエイツ。